長村正樹の NBA TV。お、どうだ？聞こえた？聞こえました？はい、どうも皆さんはこんばんちは。すいません、ちょっとね、バタバタしておりまして、ちょっとさ、今イベントやっててさ。はい、ということで皆さん、お久しぶりじゃないか。はい、今日はですね、負け越したら、ガチャ企画、こちらやっていきたいと思います。8万人頑張って書いてあるから、ちょっとこの人ちょっとマッチングしたいですね。ぜひ NMC お前誰だよ、お前誰だよ、おい、チョモタキガンバの人じゃないのかよ。ボゴス来いよ。あ、相手も狩りいるね。さあよろしくお願いします。さあ来い。ちょっと待って、ミスった。ちょっと待って今ミスりました。すんげえほやって、逆見てた、逆だと思ってた。なんでやねん。やってしまいました、初手ミス。まさかのチョモタケ初手ミス。 OK ナイス、剥がれてる、よし、よろしくな。ちょっとやめて。うわ、決めていけ。え、嘘、オブシディアンカリー持ってる、こいつ。ボコしたい。オッケー、ギャッ。やべ、相手オブシディアンカリー持ってたな。やばいな、こいつ。ガチ、課金税か？こいつ課金税？ちょっと待って、スリーの家。もう仮対決やん。もう1対1でいいじゃん。5対5じゃなくて。よし、ここは冗談できました。さあ、デュラントが来い。オッケー、タフ。これ、これ、タフ、タフ。オッケー。あのシュートが入り出したらちょっとやばい。さあ、ちょっと僕がリードしてますよ、今。よし。オッケー、11対6。ちょっとやめて。うわ、オブシディアンカリー。お前、オブシディアンカリーしか使ってねえじゃねえかよ。俺もほぼ狩りしか使ってないけど、じゃあ他のでいくよ、俺は。かわいちゃんでいくよ。ちょっと待って、今ドリブルしちゃったよ。え？ファール、あ、オッケー。え、嘘？あ、ぶん投げた。今、スティールでお前ぶん投げただろ、そのまま。あるあるだよね。ぶん投げちゃうやつ。来い。くそ、ラストショット決められなかった。最後決めんなよ。おめで。一人選手9点まででやってみて。あー、なんかそのルール設けようかって話してね。まあさすがにちょっと今から言っちゃうと不公平になっちゃうんで、試合の前に言わないとダメだと思うんで、今やらないですけど。え、次の試合導入する？あの、仮対策というか、大味な試合になっちゃうと思うんで、あの、一人の選手で、何点までみたいのね、ちょっと儲けようかなという話がね、俺結構これ紙ルール結構いいルールなんじゃないかなと思ったんだけど、今視聴者からのコメントもあったんで、やってみるのどうかなと思います。ちょっと試験的に何点にした方がいいのが一番ベストなのかは、ちょっと正直9点もいいのか分かんないんだけど、ちょっと待って、今ジャバーだろ普通に。 OK 出た、それはナイスルール、いいかも、いいかもね。何点がいいんだろうね。9がいいのか正直わからないけどね。俺がなんか思いつきで9って言ったのかもしれないけど、前。6とかでもいいかもしれないね、もしかしたらね。一回この試合では適用してないけど。9で一回やってみるか、9で。とりあえず、思いつきでも9。やっぱ3は、まあ、今回ちょっと決められちゃった。やばいな、ちょっと待って。ちょっと待って、やばい。じゃあ次から提供しますか。3でバコバコ決めないようにね。ちょっとこの人はちょっと。OK! ナイス。ちょっと待って、この試合も地味にやばいぞ。よし、貸していく。おし、おした、よし、よし、ここ時間使おう。で、ここ最後、組めれば俺の勝ち。壁ワシン。よし。うそ、やっぱ壊れた。
とりあえずこれ負けはない。とりあえず負けはないです。そしたら試合内容面白くなりそうですねって今コメント来たけど、まあそういうことです。ちょっと待って、この人絶対止めたい。ちょっと待って、最後スリ言ってくれ。ちょっとやめて。